なんだ公衆電話か。今時誰も使うことないし、かわいそう。そういえば私も経験ないな。確か10円を入れるんだっけあ、俺も言われてみれば。いや、あるようなないような。わからめ。どうしたんだまだ他の奴ら見つかんないの暗いし怖いもん。代わりにやる ご遠慮します公衆電話の前にいるよ昔の異物異物っていうな怖い話をしようかおっとサトルくんって話あ聞いたことあるかもで、なんでみんな持ってんだよそれ公衆電話から自分の番号にかけるのうわっおわ知ってるそれそしたらサトルくんからかかってくるんだって くんどんな声なの実際にやってみればわかるよそこまで言われたらやらねばグっそうだ自分の番号にかけるんだよねこわっ受話器を取るじゃあちょっとクリックで受話器取りますよはいそんなごついてしてたかなイちゃん10円玉を投入するはい持ってるんかいしっかり持ってるな えこわっちょっと待ってこわいこわいこわいこ怖わい,怖いちょっとこれ番号消せないのあ !070 で言っちゃったそうだねちょっと待ってここに番号書いてあるのなんだろうめっちゃ気にならん自分の番号書けたいけどさその前に下に書いてあるこの55543211100やってみていいえ気になるんだけど 5554321100。誰かにかかんのかなあ、かかった。はい。こちら、厚真警察署です。警察署やば。まさかの警察署。もう誰よ、こんなところに警察署の番号書いたの。危ねえ、危ねえ。10円無駄にしちゃった。 そこにかけてみる私も私だった。もう俺の行動読まれてるわ。ゲーム側に読まれてます。よーし、じゃあ今度こそ自分の番号にかけよっか。080 <laughs>。ふふ。今全モザイクだと思うんですけど、実は。えぅ、えー 一かけもう一度お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 かけもう一度かけううわごめんっておお落ち着け落ち着けまだ出ないってまだって何普通出てくるのは電話かけた後でしょしかも今かけたのはあれだからね愛ちゃんの番号じゃないから俺の携帯の番号だから今の 怖すぎてめちゃくちゃリアルな想像しちゃったあ今の想像なの嘘つけよごめんってふざけすぎてふざけすぎたわちょっと警察署かけたり俺のリアルな携帯番号かけたりしちゃったからちょっとちゃんと真面目にねちゃんと真面目に自分の番号にかけましょうイちゃんのねおいこの手の甲のやつないこれ地下人でもあやめてきたんか0703756、えー、シャープ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  あシャープじゃねえや。ごめんごめんめんめあー上がってきたひつうち出ます。音が歪んでない変わった着信音。サトルくん、おいでください。おい知ってんな。アイちゃんさっき聞いたばっかなのに知ってるな、やり方。サトルくん、サトルくん、おいでください。こんなのでいいのかな みんなを探しに戻ろうか。はいああいや、はてなじゃないか。え、今の寺田心くんじゃなかった気のせい悟くんだった俺のイメージだと悟くんってあの、呪音のあの白い子みたいなイメージなんだよね。大したことなかった。そんなことなかったよ大人びたコメント。 俺の子供じみた反応って言いたのか ?10 円を損しただけ正確には30円。もしかしたら電話局の陰謀説。まあいいじゃない。公衆電話初めてだったんでしょまあ新鮮な体験だったぜ。イーイ、V。残り2人のガキを見つけて。さっさと帰りましょう。あいつらがき、えー、好きそうな場所。探せば OK。ファイト 好きそうな場所ね。そもこれ取ったら意味ないの意味ないか。過去の異物とかで意味ないか。あいつらが好きそうな場所ね。えー、コータ。タえコータが好きそうな場所わからんな雄大はなんかなんとなくあそこな気がする。体育館。確かこの先体育館だよね。行ってみようか。前に来た時はいなかったけど、 前回そういえば体育館来た時に連絡来たもんね雄大からいてもおかしくないんじゃないこういうとこに全然いないなここ体育準備室あ全然いないですねえー、どこだーんあっテル誰だ電話だねえなんでもしもし あはい。<え>何もしもし何のカウントダウンあ、切れた。何のカウントダウン今の。やめてよ。うわぁ、ゆら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 。まだ揺れてる。 いや、ちょ、そうだけど、コータ。俺はコータを許さない。絶対に許さないぞ。あ、いた、コータさっきいなかったじゃねえか。ひえあぶるるるるろや。コータ見つけた。そうか、図書室好きなのか。えー、じゃあ、雄大ますます体育館だと思ったんだけどな。ああ、よかった。愛さんでしたか。なんだと思ったのお化け まあそういった感じの。でも何も起きなくてよかった。何か起きた方が写真も撮れていいんだけどね。お金より僕、命の方が大事だと思うんです。そうね。孝太らしく真面目なセリフだね。以前命からがら逃げた件、このアプリで調子に乗ったせいですよ。まあ確かに。 みんなが心配だから来たという理由もあります浩太ほんといい子ね偉いでもそれにしてはだいぶ怖がっていたようだけどごはんまだ見つかってない人はあとは雄大だけねアイさん頑張ってください僕はとりあえず教室に戻っていますうんありがとう変な遊び付き合わせてごめんねいいえ 何事,えー、何事もなければそれでいいのですが心配だねみんな携帯見てんな歩きスマホ良くないでおなんださっきもあったやつだこれあれなんだえ、このマークさっきも見た気がする何なんだろう何これ呪,呪術回線 <laughs> 呪術廻戦呪術廻戦の呪式とか呪詛とかそういった類これ取れんのかな多分取れない気がする やっぱ取れないんだ。さっきも取れなかったもんね。え、何なん,なんだろう。んなんだまさかまたかさっきのやつか出るよ。切ったらどうなんだろう。いや、出よ。切った方が怖い。はい。減ってる数字がだいぶ減ってる。大幅に減ってる。ののの誰ですかひたすらなら切りますよ。 今、学校。今学校とは言ってなかったじゃん。ずっと数字言ってたじゃん。えいや、今学校よ、私。メリーさん今私学校にいるのみたいな話かそういうことなんかあ、あ、猫ちゃんまさかこんなところにあ、捕まえたあ、あ、なんてこれ写真撮ればいいのか あ、わ、わあ、行っちゃったあー。キャッなになになに猫金目なんで金目いんのあ、チャンスおりゃダメなのそういうことじゃないのかあ、カメラ起動したの俺がクリック連打したからか。あ、捕まえてるかわいい。もう、あ、遅いから探しに来てみれば、 何やってるのよだって猫がまったくかわいいすっごい人懐っこい猫ちゃんかわいいかわいい私も触るシャーかなめにだけなついてるみたいねもっとゆっくり触ってあげればいいのよぐぬぬいいなずるー でも目はまっすぐこっちを見てるな。そうだ、写真撮っていいいいよ、私の隣に来て撮ろう。了解。えー、いいな可かわいい。ちょ、かわいい。あ、隣に来て撮るってそういうことか。ここで撮ればいいのかな二人で、あ、そうか、ツーショットがいいのか。なるほど、かわいい。ついに猫と和解したよ。金目は猫に好かれるみたい。猫と和解せよ。 じゃあ私はニノさんに戻るからね。アイも早く見つけちゃって。ついでに猫ちゃんも外に出してくる。わかった。かわいい。でもこの猫、あのまま放っておいたら、こ,この夜の学校を荒らしに荒らしまくってたんだろうな。さあ、やっぱりな。校長室なんじゃないかなって思ったんだよ。雄大、見つけた。なんかすでにもうあのマークがあるな。 よく見ると目みたいだねあれ遅えよ眠りそうだったぜ雄大が最後だよみんな見つけたなんか心霊現象見られたか暗闇かくれんぼの間は霊が出やすいんだうんーそれらしいのはあったようななかったようななんだそれつまんねえなねえその印雄大が書いたの あ俺は何もしてねえぜ。何なのそれ。なんかさっきから同じ印を見かけるの。ふん。まあいいや。とりあえず一度教室に戻ろうぜ。ええー、心配だな。大丈夫かよ、これ。よく見ると、なんか目、目だな。目で何か記されてる。一応た試しとくか。多分取れないけど。そうだよね、やっぱり。さあ、じゃあ戻るか。 えな何なんだろうあれうわーまた電話だーーあそろそろセーブしないとヤバいかもしれんなこれ忘れてたまたはいさっきから誰なのあれでも言わなくなったもういい加減にして <laughs> 僕悟くんえ 今君の後ろにいるえーやべえどうしよう振り返る 何や電話持ってる はい。え、どうやら、リトライって押したら、なんかもうすぐにここまで来れました。よかった、安心した。あもう振り返らない、振り返らない。もう逃げようもう、すべてを目をつぶって、忘れようあなんだよ、はい。ああ ビビったかその表情めっちゃおもろいぜ。え雄大だったのああ、公衆電話かけてるの見かけてさ、こりゃイタズラする気はないと思って。よかった。振り返らないと雄大になってくれるのか。ひ、ひどい。本当に死ぬかと思ったんだから。死ななかったからいいだろお前の怯えてる写真。 アップしておくなやっぱりひどいやめてよははは、<laughs> もう送っちまったしじゃあ教室でくっそやられたはあ雄大はどうかしてるよこのまま遊びに付き合って大丈夫かな、まあ、確かに雄大の行動は今までも結構ヤバかったんだよな そ、まあ、そもそも業務員さんうんの件もそうだしそれ,以前それ以前の件もそうだしさ大丈夫なのかっていう気は確かにするよなさあじゃあ行きましょうニノさんの教室だねさあやっと来たよ言うだいあいた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 よいたさっきはごめんなでも非日,日常的な体験ができてよかっただろう一応謝れはするのか全然よくなかったよやっとそろいね暇すぎて疲れちゃった 結局何も起こらないし退屈なだけだったねそうか暗闇かくれんぼの終わり方は何かを実行する必要があったはずです何かを実行何また怖いやつだ結局誰にも何も起こらなかったのかよつまんねえないや起こったよいろいろ雄大さんが私に霊的現象を仕掛けてくれたけどね ねえねえ何の話二人だけで何かしたの気になるそれがね雄大がねほんと子供っぽい,いたずらをまあいいじゃんそれより、えー、暗闇かくれんぼだ最後の締めをしなくちゃ呪われちまうぜみんなを見つけたら人形の元へ戻り次はあなたが鬼の番と言うんでしたね大丈夫かそれ人形さん鬼になっちゃうんじゃないのそれその流れでいくと大丈夫 じゃあさっさと行きましょう人形さんを待たせてかわいそうよこの回の女子トイレだったかああもう来てくれたわ男子トイレだった次はあなたが鬼の番これでいいかな OK 心霊現象が起きてくれれば次のミッションも達成で一石二鳥なんだけどな人形が立って追いかけてくるとかやめて怖い刺した私が一番に狙われそう とりあえず写真撮っておこうぜ。やっちゃいけないことをやるの証拠だ。わかったよ。えー、一回セーブだけさして。オッケー、セーブしました。じゃあ。えー、怖、なんか映り込んだりしてないよなで。でも、とりあえずミッションを、これでクリア。はい。オッケーあ、いけたっぽい。<スタッ>おー、やっちゃいけないことを撮る。クリア。 ごめんね人形さんかくれんぼが終わったら縫ってあげるねあらいい心構えそのまま閉めるんかいあそうかかくれんぼまだ終わってないのか一応よし信頼現象をさらに起こせそうな遊びをしよう俺はミッション2を絶対に達成したいはいはいまだ帰れないのねそれでどんな遊びカゴメカゴメだ出た前回の最後にやってたやつだ 夜にカゴメカゴメをしてバラバラ死体となった、えー、この噂を知ってるだろういや知らん知らん何その恐ろしい不穏な話なんでその子は死んだのにカゴメカゴメをしたって話は伝わってるのでしょうねまあそういうとこが階段のおかしなところよ浩太冷静なツッコミそうと決まれば早速実行だ場所は体育館が良さそうだな こうだ来いはははもう何も言わさず有無を言わさず連れてった本当ト雄大って何というかわかるこのまま付き合わされているとそのうちとんでもないことになりそうわかるえー、あ何 めごめんトイレ行きたくなっちゃったおい怖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 いオーケーここじゃあれだし隣の女子トイレに行きましょうついてきてくれる一人はさすがにちょっと怖いよなあーよかったついてきてくれたカナメそこでちゃんと待っててよはいはい愛は怖がりさんねだって夜の学校で一人のトイレって怖くない方がおかしいでしょう 私ならさっき一人で済ませたけどね私は要じゃないもんえなんでよりによってその一番奥とかいう一番なんか怪現象とかで題材にされそうなやつ選んだの今手前とかでいいじゃん中間ぐらいでいいじゃん一番奥か奥から3番目あたりが一番暗いの要いるね主観やめてああいいよ 心配しなくてもどこにも行かないって。ゴンゾウうるさすぎすげえ気になる。ゴンゾウうるさすぎすげえ気になるな。夜のトイレ怖っ。うーんそんなことさせんなクリックで視点を移動する。あっ <laughs> <laughs> 助けてって書いてある。今はシャレになってないよ。これはゴンゾウうるさすぎ。待ってー これはちょっとわかる。あ、ゴンゾウ知ってるんだねえ。これ。また、このマークか。要いるよね。何髪なかった。ああいや。なんかさ絵がかえ変な絵があって、円の中に目みたいなものが描かれてて。今日何回も同じのを見てる気がするんだけど、絡めは見かけなかった。 え、返事はあ、あびっくりした。おいトイレで階段をするな謎の印にまつわる階段があってさ。えその印を同じ日に6回見ちゃうと。何どうなるの死ぬ。 私、これまで何回見ただろう廊下、図書室、校長室、ここで4回目だ、4回目、4回目。という噂よ。冗談、冗談。そんなので死ぬわけないじゃん。そ、そうだよね。よかった。でも、絡めて、幽霊とか信じてないのに、その手の噂に詳しいよね。悟君も知ってたし、確かに。べ、別に、本で読んだだけよ。 読書は興味ない話でも知識として得られるのふんちょっと BGM が不穏になったそしてまた電話番号があるえ待って上って書いてある <laughs> とりあえずちょっとこの番号はメモしまてよ0123456789シャープはもうメモしなくても覚えれるな何の番号だろう うわ、これまた後であの電話のとこ行くやつやん。なにこれ上上行くよこれなんだわからない。え左ペンキで書いてあるのひどいことするなぁ。なにぃおおお、は、でかはいでか あああれさっきなかったよ絶対これ昔このトイレであっな何これひたすらにしても立ち悪すぎっていうかこんな落書きさっきまであったっけ右上あっ聞こえるか 聞こえるかはっ何カナメカナメちょっとまたうわ虫の気もち悪いカナメじゃないライトいやもう遅くない おーおーえっどうしよう下から覗いてみるそんなにトイレって広くなくない下から覗きけっていなくなってるーいなくなってるよー <laughs> 誰かいるあっ <laughs> ちょっと待たれ上を見ろ どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう、どうしよう。隠れる場所もない。そうだ,よだってもうそ,もそもこ,こ,ここが隠れる場所だよ大体。どうするあ、いなくなってる。なん,でななてるなんでいなくなってる。んであ、いなくなった。いなくなった。え、いどうしたらい,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 い 助けて、助けて助けて声が、声が出ないよなんでなんでどうしたらいいのいない、いないね。どこ行ったうわー虫虫がすごいなんでこんな虫いんのなにこれどうなってんのどうしたらいいどうしたらいいどうしたらいいマークよくわかんないマーク助けてちょっと待ってどうしたらいいのこれ やばいどうしたら犬助けて声が声が出ない何か大きい音を出せなるほどおーおーおおおおおあ前回のエンディングだ俺が気づいてーかなめーはいどうしたの、はい大丈夫 汗だ,くだかごめんどこに行ってたのごめん家からメールが来てたから外で電話してた何があったのおお化けが血血のついた足がまたまた驚かせようとしてさっきはごめんねあんな噂は気にしないでち違うの 本当にお化けが大丈夫もう何もいないよよかったいやしんどにあるちょっと虫の音はもう気持ち悪いプラスいきなりで驚かしてくるから一番よくないさあ体育館に向かおうこんなおバカなことは終えて帰りましょうそうしようそうしよう もうすぐそうしよう。はぁ、あ。一応もう一回見とく。あ、躊躇なんか入るね。嫌だよ、こんなところに入るの、そうで、いや、一回入ったんやないかい。今一瞬入ったんやないかい。いやー、ちょっとセーブしよう。えー、もう、心臓が、心臓が張り裂けるよ。よし、じゃあちょっと体育館行きましょう。